花尾弥郎の音楽魂。はい、こんにちは、加納芳郎です。一週間ご無沙汰しております。先週はね、声がね、もう死んでましたけどもですね、今日は少しね、戻ってまいりました。まちょっと小雨、雨模様もね、今日はま曇り空の下でですね、こういうお天気ですけども、それを吹き飛ばすごとくですね、素敵なゲストをご紹介いたしましょう。再登場になりますね。デュエット。僕はもう大好きなデュオなんですけども、網ための二人です。こんにちは。こんにちは。お久しぶりでございます。そうかな ?1 時間になって初めてかな ?2 回目かな初めてかもしれない。あ、そうでしたか。みんなよく覚えてない。ね、記憶が定かでね。一緒にね、ライブもやらせていただいたりですね、はいはい、音楽魂、ボリューム1の時、はい、ね、はい、もう一緒にね、やらせていただきました。はい、僕の大好きなね、デュオですけどもですね。本当に、まあ、お二人の、まあ、キャリアというかね、タメさんはもうブルースバンドとかいろんなね、はい、方と一緒に、長年やられて、はい、アミさんの方は、はい、まあ、いろんな方のコーラスね、例えば、ね、南こうせつさんとかね、はい、中島みゆきさんとかもいろんなコーラスを経てですね、この二人のまたデュオがね、これはもうすごくね、まるで夫婦のごとくね。まるでね。いい兄弟。兄弟のごとくでしたね。ということでね、今日はギャラリー多い。すごいですね。ね、千葉さんもね、来てくれます。大ちゃんも来てくれます。その、お二人は、ね、僕の知り合いのね、お父さん来た。あ、お父さん来た。お父さんどうぞお入りください。まあ、音楽番組のね、ミュージックフェアとかのね、スティールカメラマンの方の、はい、福島さんのね、うん、お子さん2人いらっしゃいませ。どうぞ。なんか部屋に遊びに来てるみたいな感じの番組になってしまいましたけどもです、ね、鍋でもやりますかね。鍋しようか。歌もやめて。生放送でね、生の音楽を届けっていうことでですね、これ8年なりましたけどもですね、もうすぐ9年目になりますけどもね、皆様のおかげでですね、ありがとうございます。おめでとう。ね、それでね、まこっちゃんのね、誕生日だった、あ、紹介しましょう、高橋まこっさん。ねえ、誕生日でね、まあ、21日ですけどね、21日、高橋まこっさんです。松下としみさんでございます。よろしくお願いいたします。実はね、今日先ほどね、スイスから、はい、ハニーマーティンさんが聞いてくれましてね、誕生日プレゼント届きました。びっくりした。スイスだよ。これスイスからよ。スイスから。ちょっと見ますかね。今ちょっと動画撮ってますけどもですね、ニュース品ばっかりかな。スイスといえばチョコレートで、あ、そう、すごい、ほら、これね、こんなに届きましたね、スイスから。得ですね。ハニーマーティンさん、お土産がありがとうございました。ハニーマーティンさん、ありがとうございます。 Thank you honey。Thank you, honey. Hey. どこのハニー？ From Switzerland. Switzerland. ということでね、本当になんかにぎにぎしくですね、この川崎 FM っていうのはタワープレイスからお届けしておりますけどもですね、今やね、もう全世界に届き渡っております。すごい。ねえ。ごめん、もう毎週スイスから来るかな？今度ロンドンから来たりなんかしますからね。スイス、ロンドンね。ねえ。まこさん、はい、連日ライブでね、はい、ありがとうございます。いい、ね、こちらこそ完全にレギュラーになっちゃいましたね。レギュラー、ね、で、まあ、網溜さんのお二人ですけどもね、早速ね、今日生放送で、はい、歌を歌っていただけますでしょうか。はい、いただきます。いただきます。今日何からいきましょうか。じゃあ今日はですね、ちょっと柔らかいところからね。ほうほうほう。ジェームス・テイラー。ジェームス・テイラー曲なんですけど。僕大好きなシンガーですね。大好きなんですけど、彼が作った曲で、今夜だけでいいから私を一人ぼっちにしないでっていう。昼間からいいのかな。大丈夫大丈夫。昼間からね。じゃあそんな歌を、Don't Let Me Be Lonely Tonight っていう。まこちゃんと共にお送りしましょう。よろしく。
Save you goodbyes for the morning light, but don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. Sure, it's good to see you, and it's time to go. No, now I don't wanna be lonely tonight. Go away, then down you. Go on and do what you please. Darling, you ain't gonna see me getting down on my knees. I'm undecided, the yes in your heart been divided. You've been turning my world upside down, you know. So do me wrong, but do me right right now, baby. Go on and tell me lies, oh, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light. Be lonely tonight. Mako-chan. You've been turning my world upside down, you know. Hey. So do me wrong, but do me right right now, baby. ひとときいかがでしたか皆様、ね、まったりとこれはなかなか普通の番組ないよ。ないで、ね、生でこんな絶対生だと思ってないと思うよ、うん、いや生っていうか CD だと ね、 あ、うん、ね思われてると思う。これ今生演奏です。焼いてあるやつ。時にあれじゃないですか、タメちゃんとマコちゃんがこの番組で一緒にやるのは今日初めてでね。そうなんですだったみたいね。そうなんですね。番組ではね。番組でしょ。それ以外ではね。以外ではもう。昔一緒にバンドやってたんですよ、3人。アミタメバンド。アミタメバンド。そう、この間ね、フライデーに行ったのよ。フライデーとかやったもんね。うん、そうそう。そうそう、なんかね。フェイクトラバーズっていう。へぇ、いい名前ね。フェイクトラバーズだよ。で、そこの、マコちゃんもいたの、そこ。そうそうそう。
まこちゃんと、タメちゃんとはね、あのね、ギブソンの、あ、そう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 、ブルースギターコンテスト、ブルースギターコンテスト、タメちゃん準優勝だよ、準優勝、タメちゃんね、はい、あ、それ聞いた、準々優勝じゃない、まこちゃんも、まこちゃんも出てたんだよね、二人ともギターもらったよ、ギブソン、ギターもらった、本当、ギブソンの安いやつね、あ、そうなの、売っちゃったけどね、俺も売っちゃった。あとエドウィンがね、副賞があるって言いながら来なかったね。そうなんですあ、騙されました。二人で結構そういうコンテスト嵐やってた。いやいやいや、嵐じゃない。いやなんかプロでも大丈夫って書いてあったから、プロはどんなもんだかと思って。本当。へえ。そこで優勝したのがあのほらタップ踏みながら。あ、ゾーダ君。ゾーダ、ゾーダね。今ベアホークか。ベアウルフ。ベアウルフ。ウルフらしいよね。あれパフォーマンスが面白いからね。そう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 。ギターもなんか若干若かったし。そうよね、若い人に行かせたい。いやでもタップダンス踏みながらねギター弾くってのは、ね、いないもんね、なかなかいないからね、しかもブルースだから、うん、ブルースでね、うん、だからあの彼もね 何度か来てくれてて、やっぱそうやってみんなこうそういうところからこの番組でね知り合うってのはいかがいや、ね、面白いですね、巡り巡って巡り巡って面白いですね、エンチが面白い。僕も今初めて聞いたもん、だって一緒にやってたって。あ、そう。俺結構さ、あの仲悪いのかなとか気遣ってたんだよ。仲良かったんだ。いやだからなんか結構気遣いながらって、俺ちょっとあんまりその触れるとまずいかなって。お互いに負担。ギタータイプ違うんだけど、めちゃくちゃうまいからね。まこちゃん前からね、うん、だからタメちゃんすごいよ、準優勝、褒め殺し褒め殺しこれから褒め合って生きていこうね、みんなでね、赤色ね、すごい今ね、あの歌聞きながらねちょっと飾りましたけどもね、すごい量入ってるんですよ、このスイスからのね、ハニーマーティンさんのね、これ大好き、これ美味しい、なんか懐かしいねこれね、ね、懐かしい、これ大きくない、これすげえでかい、このチョコレートなんですけどね、ほとんどチョコレート、マコさんなんかお菓子、ハニーさんなんか甘いもんが多いんだな、それぞれに手紙が入ってますよ、あのとしみさんもそうだし、マコさんもそうだしね、僕も素晴らしい手紙とか入ってるんで、いやもちろん、あのハニーさんありがとう、うん、ありがとうございます、あのいろんなねところから本当これ送るのも大変だったと思うよ、なんかコインなんだっけ、コインチョコレート、昔うち駄菓子屋だったからこういうのいっぱい、駄菓子屋だったんだ、駄菓子またタメちゃんの出ました、今日飲んでないからね、飲んでということでね、あのアミタメさんのね、まあまああのライブはしょっちゅうあるんですけどもですね、あの今度渋谷ですか、渋谷これは。そうです、早速ねこれご紹介しましょう、はい、10月2日になりますか、日曜日ですね、これ日曜日の開演が18時、そうなんです、ちょっと早いですね、日曜なんでちょっと早くしてみたんですけど、はい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 、これはなんかひょっとしたらあれですか、渋谷のあの川中美樹さんのね、そうです、お店、ひょっとしましたね、ひょっとしました、としみさんにご紹介いただきまして、川中美樹さんのお店ですか、はい、これは、お店の名前は、毎度毎度大きに、大きに、大きに、ね、まあ一緒に飲みましたね、美樹さんとね、飲みました、飲みました、はい、美樹さんとも、あと演歌の方ね、そうですね、どちらですか、ミキ・タカコさん、あ、ミキ・タカコさんとか ね、うん、女性の方、あのでもミキさん、うん、あの素敵でしょ、いやもうあの時ご紹介したんですね、元気で明るくて、ね、そうそうそう、楽しい方でしたね、いい感じの姉さんで、うん、うん、そうそう、もう早くもカンペちゃんって呼ばれちゃいましたけど、カンペちゃんじゃん、メジリがカンペちゃん、いやだからあのその時はあのまだ歌をね、お二人の歌を聞いてなかったからだと思うんだけども、今回ね、あのおそらくまああの時間あったらミクさんも来られると思うんだけども、ね、聞かれたらね、それ感動されると思う。ありがとうございます。本当ね、CD とか持っていった方がいいよ。はい。持ってきます。俺もすごい買ってもらったから。本当ですか。こんなことラジオで言ってていいのかな。いやでも本当にね、あの人柄がいい、ね、いやでも本当に太っ腹なね、素敵なお姉様でしたね、うん、あの方ですけどもですね、ここで10月2日ということで、はい、アミタメ、はい、バラードの夕べっていうね、あのことになっておりますが、アコースティックデュオ、ね、アミタメということで、はい、これがコースがありますね、そうです、4000円でこれは、お食事が17時からね、お好み焼きプラスワンドリンク付き、そうそうそう、それでチャージも入って4000円ですからね、あ、すごいね、お好み焼き食べてそれからそうそう、あの隣のバーに行くんですね、これね、
それで、食事が17時、はい、それと3000円コースっていうのが3500円コース、これはワンドリンク付きののみですね。17時半ということに、ねはい、なっておりますけれどもですね、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。これは初めてのところなんでね、そうなんですよ、うん。僕もやらせてもらったんですよ、まこちゃんとね。ね、うん、2人で。すごくね、いい感じのところですよ。で、あそこお好み焼き屋さんも、もう壁中、川中美樹さんになってますから。そうです、そうです。そう入るとミキさんに囲まれてる感じで、そう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 、これも楽しみですけどもね、はい、たくさんライブがあると思いますが、はい、まあ、この再放送を今流させていただいてるんですが、再放送の時にね、はい、お二人のホームページとかをね、はい、ちょっと入れたりとか、はい、まこさんも含めてね、はい、いろいろ努力していきたいと思います。ありがとうございます。この後の、ね、ライブはまた、はい、後ほどやりましょうか。はい、続けますか、歌は。じゃあ、まこさんでも今初めてやったのによくできるね。そうね。もうね。練習してないからね。天才だから。皆さんも今初めてやってできるんですよ。やめようよ、それ。やめないな。すごいよね。天才。次も初めてやる曲ですから。そうね。今日はね、天才高橋誠先生がいるってことで、そういう曲を持ってきました。米殺し。ハーモニーよりもギターみたいなもので。でここでじゃあこれいきましょうか。これいくんですか、うん、はい。レイミーズバンドっていう、ファンクバンドがありましてですね。そう。カズ南沢っていうね。カズ。はいはいはい。スメーカーですね。あ、先ほどもちょっとね、話しましたけど、そうそう僕がね、彼がアメリカに、行く前にね、知り合ってたんですね。うんうん、ね、そうなんですってね。ご縁ですね。ね、まあ、亡くなってしまったんだけども、で、まこちゃんとも一緒にね、うん、やったりしたね。で、うんね、アミちゃんもね、なんかやってた。私ウェニーズバンドでずっと一緒にやってました。した10年以上。なるかね。僕はね、もう30年ぐらい前に会ってるんですよ。うん、で、まあ、僕の友達っていうか、後にマネージャーになった、ところによく来ていて、うんうん、で、彼がアメリカに行く前に、ドライビングホイールっていうブルースバンドやってて、はいはい、うんうん、それで僕は見に行ったり見に来てくれたりしてた仲だったんですよ。でカズっていう名前しか知らなかったので、でじゃあアメリカで頑張ってねって、うんうん、まあバブルガンブラザーズとかね、そうそういうバンドもやってたんだけど、うん、アメリカ行っちゃったんですよね。それでその南沢さんっていうことは僕知らなくてね、名字をみんなカズカズって呼んでたのね。そうそう、そういうね出会いがありましたね。その人の曲。そうです。カズ南沢がメインボーカル、うん、ギターだったんですね。そのレイニーズバンドっていうバンドがね。で彼がまあ亡くなっちゃった2年前の12月に亡くなっちゃったんですけど、うんうん、いっぱいオリジナルすごいいい曲いっぱい書いてて、でまあアメリカ行ったんでバイリンガルだったのでほとんどのオリジナル英語で書いてて、うん、でじゃあもうもったいないからちょっと仲間でねちょっと歌い継ごうよっていうことで、うん、あそう、はい、でタメちゃんがこの曲を選んでよく最近アミタメでやらせてもらって、あそうですか、はい、あそれちょっと聞いてみたいな僕、はい、いい曲ですよこれ。いい曲なんか、ね、これコーラス入りますか。入りますか、はい、じゃあ次マイクを渡しましょう。ねこの4本のマイクでね、これだそっかいかにっていう、いやギターとあれ入ってた方がいい。じゃあこれをこうしてもいい。いいのすいません。お辞儀、はい、はい、それでねこんなことしながらやってるんですね。こんなことってもラジオでわからないと思うんですけど、ね、このね、からない見えないですからね。動画に入ってますから、今日もね、キキさんは動画撮ってくれてますんで、はい、これを後日ね、はい、出しますんで、皆さん、こんなことが何をしてたかわかります。どういう様子だったかね。ということで、タイトルお願いいたします。はいはい、これは日本語に訳すと、愛の遺失物取扱所っていう、ね、言葉なんですね。ちょっとなんかサザエさん的なタイトルになっちゃう。Lost and Found of Love という曲です。いいですね、まあ僕の愛は忘れ物置き場に置き去られたまんまで、うん、もう君がどうかそれを取りに来てくれ、取りに来てくれよと、うん、謝るから僕が全部悪かったから謝るから帰ってきてくれっていう、まあ、平たく言えばそういう歌なんですけど、こういう素敵な歌詞はあの人間から、あの人間が、うん、思いますけどいい曲ですよ、ね、はい、じゃあロスト&ファンド・オブ・ラブって言いましょう、ね、じゃあ今日はまこちゃんバージョンでいきましょう、ね、適当に入ってきてください、うん、
day became so long. Every knock on my door, I always hope it's you. This pain is hurting me more. Never had it so bad for no one else before. Please come home for your birthday to start it all over again.素晴らしい歌じゃないですか。ね、ゆったりしてね。うん、すごい曲。もう素晴らしいね。でもどうでしょうね。僕はね、結局彼とはそれ以来30年ぐらい前からね、うん、もう会うこともなくね、はい、天国に行ってしまっちゃったんですけどね。そうなんですよね。皆さんがそうやってこうお付き合いがあることもすらね、うん、知らなくて。そうですね。だからいろんなところでやっぱりいろんな人がつながってたんだね。ね。ドライビングレッスンにテックス。ああ、テックス、テックス、テックス、ザ・ボーに13年いた、
あのハーピストテックスこの間来ましたけども、テックスはハーモニカを弾いてたんだね、ドライブホイールもね。それすらね、もう知らなくて、それでまたこうしてね、ここで出会えるっていうね、すごいですね。これはね、あのなかなかできない川崎 FM ならではの。そこまで、そこまで、そこまで。いや、一応さ、ちょっとあの政治くらい言っとかないと、お政治って俺言ったらダメだよ。政治言っちゃダメ。いやでもね、やっぱこうやってラジオをね、その結局エリアが狭い放送ですけども、うん、そういうことっていうよりもやっぱりいかにして広がるか、まあ例えばスイスまでこう広がっていくかっていうのは、やっぱり僕なりにこうやっぱりあのもちろん皆様に助けられたもあるんだけども、やっぱりできるだけコンタクトを取るようにして、うんうん、それがほらあの YouTube を上げたりとか、うん、そういうことで、まあ、時間外に見ていただけるとか聞いていただけるようなね、形にあのコツコツしていったのはもう僕はもう本当に頑張りましたから。そうです全部自分の努力でした。いや結構大変だったんだけど、でもいろんな人のおかげでね、こうやってあの今日たまたまねスイスからこう来てびっくりしましたよね、うん、びっくり。だから いろいろそうやって広がっていくことが、まあ、あの川崎 FM にとってもね、あのやっぱり、まあ、もちろん地元のねそういう人こととか、うん、ことあの行事とかそういうことも必要ですけども ね、やっぱりそう広がっていくっていうね、うん、それがいいと思いますけども、ね、着実に広がってますよ ね、だってね。本当いろいろあってさ、もう俺落ち込むことあったのよ今日俺夢見て、あの生放送で、はい、あのCD からかけたのよ。よくそういうパターンあるの。で、CD が全然違う曲で、それで、その、止めようと思っても、止まんないの。止まらないっていうね。ほんで、俺怒っちゃって、マイク握って、首から下げて、ほんで、もう、あの、公開放送に、ここ飛び出て、外に飛び出して、そしたら動物園だったのよ。で、インタビューしてんのにさ、キリンとか喋ってくんないじゃん。でも、だめ、さすが夢だね。夢見たのよ。すごいだね。キリンインタビューするやつあんまりいないからね。でもね、やっぱり、その、そう言いながらも、気にしてんだなとか思って。あ、そうですよね。あの、まあ、打ち合わせもしないでね。後出し Q シートを言ってますけども。後出し Q シート。そう。ということでね、地元といえばですね、なんかお祭りがあるみたいで、それをここ宣伝させていただきましょう。はい。これは南武線九十駅、9月25日、これ日曜日になりますけどもね、ふるさと祭り。ふるさと祭り。出ましたね。南武線九十駅のね、これはどこでしょうか。八千代銀行駐車場。これはもう焼きそば屋さんとかいろいろね、あのいろいろ出ますけども、買い食いワールド、うん、実はこのスポンサーでありますね、カフェカンタービレの、はいはい、あのママからね、今日ママ一回来てくださいましたよね。そうそう、あの高橋由美子さん、やっぱりその地元のお祭りですね、これね、年に1回のお祭りで、ふるさと祭りって、そうですね、9月25日、八千代銀行駐車場ということでね、あ、皆さんね、あの俺ら歌いたいよね、できればでライブだと、僕らライブだと、高橋誠と25日はジョンジョン、ジョンジョンか、でも昼間じゃないのこれ、お祭り昼間です、ゲリラライブ。それはちょっと、いや、行ったらもう、何万人も集まるから、もう、また、夜行けなくなっちゃうからね。行けなくなっちゃう。5人ぐらいしか来ない。これ、ジョンジョンですね。それも宣伝しておきましょうよ。9月25日夜、これ、横浜、伊勢崎町、ジョンジョン、金尾城、高橋誠ということでね、はい、よろしくお願いします。あのね、もう、少しね、あの、キャパシティに限られてますからね、うん、あの、お早めにお越しください。ね、横浜の老舗ホットドッグ、ホットドッグ屋さん、ね、バーですね、うん、ジョンジョンということで、金尾城、高橋誠、25日、はい、ということで、闇ためのスケジュールをじゃあ、ここでご紹介しましょうか。はい、闇ためはですね、まさに今日、明日放送だと昨日になっちゃいますけど、今日これから、今聞いてらっしゃる方はこれから、はいはい、大和、地元の鶴間っていうところで、はい、新しくできましたモサモサっていうモサモサなんですよ。もう7月の終わりにできたばっかりの、ほうほうほう、でそこで網ため、モサモサ、そうです、
今日は見た目中中さんと中さんと、はい、見た目中中さんもね、うん、北九州のね、そうですよ、小倉の小倉の人でね、もうここ今度は見た目中で来た、ね、いやものすごい、三人揃えばねまたねすごいのよ、中さんもまたコーラスも歌もうまいしね、そう歌もうまいしギターもうまいし、すごいね、見た目中、はい、はい、で今晩やります、今晩ですね、はい、もさもさ、あとはタメちゃんがやってる鬼殺しが24日土曜日、うん、学芸大学メープルハウスで、うん、ね、鬼殺し、はい、ソロライブ、ソロライブですね。うん、あと29日にね、うん、これ馬車道のパラダイスカフェっていうところで、あの司が鈴木司ハープの、うん、よくここにもね、鬼殺しの、うん、あいつが最近やってる柳ジョージさんのトリビュートバンドがやってるね、あのミッキーさんとかとね、そこにタメちゃんゲストでその日は、あ、そうなんだ、ミッキーさんもこの間ねやらせていただいて、あ、本当ですか、そう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 、あすごいね、柳ジョージさんの、まあ、レニーウッドのねメンバーだったっていうことですね、はいはい、で30日金曜日、はい、これは大きな大船ハニービーで、これいいですよ、これいいですよ、はい、アミタメバンドでございます、アミタメバンド、アミタにドラムベースキーボードが入りまして、アミタメ5人で、これいいんですよ、強力ですよね、そう、手前味噌ですけど、ね、いいバンドなんですけど、褒め合って褒め合ってよくなるわ、これは、大船のハニービーですね、30日金曜日です、30日ね、はい、1個飛ばしたでしょ、28日だって、ジジセシ、あ、ソロライブだ。あ、ソロライブなんだ、これ。うん、あ、ほんとだ。28日、赤坂、クローフィッシュ。ジージーズ。新井たけし、ごぼう、鈴木、タメちゃん、3人でやってる。ジージーズのソロライブですね。ソロライブ。いつもセッションかと思ったら、これソロライブです、ね。たまにこうやらないとね。そうですね。そんなのもございます。なるほどね。素晴らしい、あの、スケジュールになっておりますけどね。ありがとうございます。あの、結局、あれですよね、その、まあ、鬼殺しもね、ジージーズも、あの、タメちゃん、まあ、やられてて、あの、まあ、アミさんの方は、まあ、いろんな CM もそうだし、まあ、レコーディングね、あの、谷村新司さんはレコーディングやってた、そうですね、アリスも一番新しいアルバムもやらせてもらいます、浜田翔吾さん、はい、もう大昔ですけどね、浜翔さんやらせてもらすごいね、おでももうあのどうでしょう、あのやっぱり R&B とかね、はい、あのいわゆるそのソウル系のね、うんうん、あの歌もやっぱ歌われるじゃないですか、はい、でコーラスやってる時ってなんかちょっと、はい、違う、そうですね、コーラスはまた別物ですね、やっぱソロ歌うのと ね、そのつき使い分けができるっていうねことは素晴らしいですよね、どっちも好きなんですよ、俺もわーっていう気ができないからオラブル、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 カナオヨシロ、オラブル、オラブことしかできない、オラブルメーカーですね、いやいや、オラブルメーカー、いいね、前も言いましたけどスターはハモらない、そう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 、スターじゃないんだよ、ほんと、いやだからコーラスやってもらうことはよくあるんだけど、そうね、ハモれないね、音取れなくて、スターはハモらないです、スターがハモっちゃダメだ、嬉しさ嬉しかーみたいな、やっぱりね、褒め合っていきましょう、褒め合っていきましょう、そうですよ、マコさんのスケジュールはどうでしょう、なんすか、なんすかって急に降るよね、俺、確か今日がね、うん、二股川、確かって、確か今日はって大丈夫、うん、もう毎日やってるから分かんないよ、今日はね、あの三色カタツムリ、クリームトリビュートバンド、あ、クリーム爆音です。ゆかりさんと、あの、中さん。あ、ゆかりさん、上原ゆかりさんですか、ドラム、ね。中本中。中本中さん。はい、ベースね。ヨシじゃないんだね。中本中さんっていうのは、ソーバートレビューの方ですね。そうです。そうです。はい。これは素晴らしいですね。クリームやるの、クリーム本当、爆音で。爆音が好きなの、好き好き。絶対好き。いや、なんか、溜まってんじゃない、なんか。いや、昔からそうだよ。昔から言うてんしゃい。なんか、たまたま言うてんしゃい。もう毎日溜まります。毎日溜まる。前だって一緒にやってたバンドの頃ね。そうそうそう、フェイクトラバーズの時だ。フェイクトラバーズの時ね、一軒あのライブハウスで。荻窪の某、ルースターチュー。高橋誠さんいるんでしょ、爆音ですよねって断られたんですよ、うちではダメです。うちはダメですって言われて。昔からうるさいって言われてる。その割に松川純一郎出たりするんそうね、みんな爆音なのよね。あれじゃない、差別じゃない。でもなんか、あれだよね、こう、両方できちゃうからね、まこちゃんもね、アコースティックもそうだし、エレキ持たせるとね、あの、性格もいいしさ、ありがとうございます。もうなんかみんな、いいな、褒め合って。褒め合って。性格もいいしね。女性のファンが多いのよ。そうなの、いいよ。俺もイライライライしてくる。なんでそう、嫉妬よ、嫉妬。嫉妬は嫉妬って嫉妬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 
ということでですね、松下としみさん、何としみさん何してるの、消極的だな、なんか、はいはい、なんか来た、メールね、メールをちょっと確認してみてください、はい、いっぱい来てるじゃないですか、いっぱい来てるかもしれない、今日フェイスブックで、うん、でもヨシさんからねローズのリクエストあったんだけどね、いかがです、まあ、ちょっと違う曲、どちらでも、まあまあでもねどうぞ、まあ、またまたまた今度ですか、そうです、ね、どちらのお住まいの方なんですか、ヨシさんは、ヨシさんでもあの横浜の方、うん、よくライブとか来てくださってますよね、そう、じゃあ現場によろしくお願いします、現場に今日はあの鶴間来ていただければ、三世で阿弥陀中でローズ、鶴間へ今日今夜お越しください、ぜひ、ね、絶品な、と思うよ、今日三世でお送りします、絶品なローズを、あのでもまあ、あのあれですよね、まあ、いろんなバリエーションが広いと思うんですけども、なんか基本的 な, そのなんかルーツみたいなのあるんですかね、ルーツ、うん、僕はっていうギター的には、ね、ブルースですけどね、まあはいはい、でもあのハーモニー的にはビートルズだったりするんで、うん、ビートルズ大好きでした、あ本当ポップスとかね、すごい好きなんです、両方ですか ね, 意外とね、うん、あなるほどね、うん、割とアメリカの方かな、チャールズ・ブロンソンに、チャールズ・ブロンソン、タメちゃん本当チャールズ・ブロンソン似てるよね、っていうかとしみさんのお兄ちゃんに似てるでしょ、そっくりそうなのらしいよ、そっくりちょっと似てる、発酵なお兄さん、とし美さんのお兄さん、ヘビーな生活してる、ヘビーのもういいよね、そう働き始めた、働きお兄さん、そうなんです、ごめんなさい、そうちょっと顔が似てて、そうなんかね最初に会った時にね、ちょっと親戚じゃないかな、何ああそう、でも年を聞いたら一つ下だった、あそうなんだ、ぜひ今度お会いしたいなと、ね、そう向こうの話をいっぱいお互いの何よ自分もこうみたいな自分もそう違うよね、そうか今日僕リクエスト来てない、なんかね今日来てない、あ来てない、珍しいね今日はね、ミキさんどうしたんだろう、うん、寝てるから、まあ、かな、なんか心配になっちゃって、ね、いやまあリクエストはあってもおそらくやんないだろうなっていうあのかもしれないけど、まああのこういうね日もありますけど、ね、聞いちゃいるよね、でも、うん、ではまああの好き勝手にやりましょうということで、ということでですね、はい、どうしましょうか、なんか僕はもういいんじゃない、僕風邪なんかね、今日まあ高橋誠先生もいらっしゃるしですね、誠さん行く、本邦初公開というか大胆な作戦を今日は一応持ってきましたけれども、え何何、あの加納義郎先生の名曲、え風の中で盾をですね、あ見た目でバージョンでやらせて、して本当か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 、エピセーションレーションエコーかかっちゃうかうちゃうちゃうちゃう最近ライブでねよくやらせていただいてる、まあ、ありがとうございます、あの僕のね風の中で立てっていうのはあの父親が亡くなった時のね思い出の歌なんですけども、これはもう16、17年前父親亡くなりましたけどもね、その後日っていうかまあ10年ぐらい前に作った歌かな、でもあのその福島の方がね歌うのをきっかけで、まあ、いろんな方たちが今カバーをねしていただけてて、ね、うん、あの本当にねあの嬉しく思いますけどもね、うん、これちょっとねビッグニュースがあるのよ、ビッグニュース、ビッグニュース、実はねあのキングクリムゾンっていうバンドがいまして、はいはい、ご存知ですか、知ってます、知ってます、九州のあれですよ、クリスタルキングクリムゾンじゃないですか、違う、あのさ咳込むようなこと言わないで。あのこれはねビートルズがヒットチャートを出してた時に、うん、クリムゾンがねそこをね、うん、変えたっていうバンド、うん、キングクリムゾンってで、まあ、あの要するにプログレですね、プログレのね、プログレロバンドのね、その中のバイオリニストのね、方がねちょっと気に入ってくれて、ひょっとしたらこれがね、いろいろなね形でまた一人歩きするかもしれない、海外で、そうなんですね、うん、あのまあいろんな形でねあの皆さんが 歌っていただけたりあの届いていくことをねあの楽しみにねしておりますけどもですね、僕 ぜひね阿弥陀姫さんの歌ったのはねあのビデオしか見たことないんで生で聞いてみたかったんですよね風の中で立てっていうね、このベテランに歌われたらね、いやいや緊張しますけど、
目合わせないようにしながら。でもね、前によっちゃんがね、その福島の皆さんが自分たちに、まあ、仲間みんなそうなんでしょうけど、応援歌としてやってる時、あれを聞いて、あ、歌いたいと思った、あれがきっかけ、ね、なるほどね。だから曲の力があるんで評判いいんですよ、これ。あ、そうですか。なんかちょっとね、あの長い曲なんですけど、あのまあね、あのま、自分のその時のま正直な気持ちをね、あの歌にしてみたんですけど、これをね英語に今度変えていく感じになるかもしれないですね。まあいい形でね進んでいくことをね望んでますけども、あのまあ、 あのキングクリムゾンのバイオリニストね、デビッド・クロスさん、あれ、あの日本にもね、あの何度かいらっしゃるんですけども、うん、そういうちょっとコンタクトを、ね、今取ってますけども、ね、いい形でね、はい、広がっていくといいと思いますけど、ね、まあ、アミタメがライブでこれやると結構泣いてる人が多いのであまり見ないようにしてるこの名曲ね、やってみますか。ちょっとマイク移動します。そうか、じゃあこいつが、そうですね、どもどもこれはいい、こんな、はい、ああやったりこうやったり、あのこれはいい、あれはいいとか言いながらやってる時はマイクのチェンジして4本のマイクでね、あの、やってますけど、考えてみれば4本だとギタリスト3人入って歌ったらできないよね。そう、生で、ね、だから僕はマイクなしでもオラブしかない。タメちゃん1本2本でしょ、アミちゃん当然1本でしょ、マコさん1本になったらオラブね、うん、オラボオラボじゃあ元気でいきましょう。元気で、はい、うん、B フラット聞いてますよ、うん、もう吉野兄さんのも完コピーしました。完コピーです、ほぼ話はかかってないけどでは行ってみましょうか。行きましょうか、僭越ながら、はい。この街じゃ冷たい風が吹いていた。生まれたところもいつの日か知らない街になっていた。ときめきはいつでも束の間に消えるもの、悲しみはいつしか通り過ぎるもの、いつでも偶然で掴むことすらできなくて、俺の体をすり抜けた春の嵐によく似てた。道が
しくてもときめきはいつでも束の間に消えるもの悲しみはいつしか通り過ぎるもの刺すまで ということでね、すごい名曲、なんか名曲やな。聞いててすごいジンときたんだけど。なんかね、いい曲ですよね。やっぱりいやいやいや、全然僕にないようなね感じのね、素晴らしい、歌に仕上がってますよ。オラビヨがなかったね。いやいや、オラ十分十分オラぶってます。大丈夫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 。オランダオラね、ありがとうございます。どうないです。なんかちょっと照れくさいよね、なんか。本当ですか。うん、なんとなくこう どこ向いていいかわかんない。いで私たちも恥ずかしい。言いながらカメラ目線になってる自分が情けない。カメラ目線。シャウトしてましたよ、すごく。いやいやいや、でもこうやってね、まあ、生放送でね、今日ギャラリーの方いらっしゃってですね、いかがですかね、ちょっとこうインタビュー、インタビュー、柴さんいかがでした今日は。うん、いやいや、どうですか。あ、ファックス来た、ライブハウスみたいでしょね。あ、本当にねライブな感じですけども、今ちょっと背筋ゾクってしちゃった。本当ですか。あ、ありがとうございます。大ちゃんいかがでしたか今日は。もうね、何回も来てるんで。そうよね、いつもタダで聞かせてもらって。いやいやいや、申し訳ない。いや、そこ出口にカゴ置いてますから、これ投げせんすよ。なんことで、ということで今日どう、福島さんのご兄弟どうだった今日。今まで聞けてすごい。よかった。本当ありがとう。ラジオ結構好きなんだって。あ、はい、うん、遊びおいでよ。今度だから山田さんとかいろいろ紹介してね、するんで、ラジオ面白いよ。テレビもねいいかもしれないけど、で妹さんお名前は福島さゆりです。さゆりちゃん、さゆりどうだったっけ。すごい歌が綺麗ですよかった。ほんとやかましいでしょおじさん。福島さんね、ご無沙汰してますけども、また写真よろしくお願いいたします。ということでね、あっという間な1時間になりますけども、なんか今来ました、ファックス。どうでしょう、皆様お疲れ様です。金尾四郎、長瀬 FM オン中ということですね。今日結構投げ銭入ってます。4万円の投げ銭。コピーしちゃダメだっつうの。怒られる。ということでね、リクエストは明後日、明後日にいたしますということで、ジョンジョン見た目、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ジョンジョン来てくれるの、ありがとうございます。ね、石崎市長、ジョンジョン、流しのお兄さん、ライブですね、っていうことね。外出ちゃうからね、ジョンジョン。そうそう。ね、お客さんはほら、いっぱいになってくる、外で聞いてらしたりすると、マイクがないといいのよ。そうですね。動けるからね。外にね、お、高くいらっしゃいます。ということでね、あっという間なね、1時間になりましたけども、最後みんなで何かやりますか。大ちゃん今日ハーモニカ持ってきた。じゃこれ。持ってくよ。な、何？いや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 、これでいいよ。こんなんじゃない方がいいんじゃない？こんなんじゃない方がいい。俺、なんか、でも不良中年、あ、もう、巻き来てますね。巻き。不良、中年の、不良中年。
不良やろうか、うん、この間もね中途半端になっちゃったんでね今日もそうなるかもしれない いいそれでいいじゃないですか、行きますか不良中年じゃあ進めましょうか不良中年、行きましょう、皆さんご一緒に愛の手よろしく、愛の手言ってね、ワンツースリーフォーなな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 俺は負けないぜ叩かれた分だけ強くなれるのさ嫌われても逃げられても俺はめげないぜ振られた分だけ強くなれるのさ夢と希望を両手にぶら下げて歩き続けるさ回り道だと言うけれど眠れない夜なんて誰にだってあるさ叩かれた分だけ強くなれるのさそんな気持ちまるで初めてさあっち向いてこっち向いてあなたに首だけそんな気持ちまるで初めてさ自立しましょう会社に頼らず好きなことだけやりましょう酔っ払って札を巻いて眠って朝が来りゃ港のカモメが今日も笑ったさあ皆さんご一緒にな、な、はい、な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 、また来週お会いいたしましょう。皆さんどうもありがとうございました。
しい。あの人は今はない。人の心が好きさ。